こんにちは。ドラマ恋のゴールドメダル僕が恋したキム・ボクジュにおいて、チールジュは水泳部員のチョテゴンとして登場し、明るく楽しげなキャラクターを魅力的に演じています。テゴンはジュニョンの親友であり、女性トピックに事欠か,かない女好きの性格で、コミカルな場面を通じてドラマに軽快な雰囲気をもたらしています。演技の魅力、チールジュの演技の魅力は、テゴンのキャラクターを自然で魅力的に表現していることにあります。 水泳シーンではスポーツマンらしい一面を見せ、恋愛シーンでは視聴者にドキドキ感を提供しています。彼はコミカルな役どころから笑いを取る一方で、友情や恋愛においても心温まる演技を披露しています。ドラマ全体において、テゴンはチールジュの軽妙な演技によって、視聴者に愛される存在となっています。撮影エピソード、撮影エピソードとして、ドラマの放送終了後には、 イ・ソンギョン、ナム・ジュヒョク、チョ・ヘジョンと共に監督版 DVD の制作のために打ち上げが行われたことが知られています。チールジュは自身のインスタグラムに打ち上げの様子を写真と共に投稿し、シャープ力道妖精キム・ボクジュシャープ監督版 DVD シャープ打ち上げジュヨンは先に帰ってる汗とコメントしています。この投稿はファンの間で話題となり、共演者たちとの仲むつまじい雰囲気がうかがえました。 彼の明るさと仲間たちとの良好な関係がファンに愛される要因となっています。恋のゴールドメダル水泳部の女好き、テゴンの笑いと涙は、チールジュの軽妙で楽しい演技がドラマに軽快な雰囲気をもたらしています。彼のキャラクターがドラマにおいて果たす役割と、彼の個性的な魅力を感じるために、ぜひドラマをご覧いただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。